前回から何かありましたかみたいな感じで聞いていいですか。私が、あ、僕は、あ、私が誉れ君に、あ、僕が聞いて、アニーとホマレのチュルチュルランド。チュルチュルランドとは、天然パーマ協会会長アニーと副会長ホマレの天パな2人がお送りするラジオです。この番組はミュージックフォーユアライフサードウェーブの提供でお送りします。はい、こんばんは。今週もやってまいりました、天然パーマ協会チュルチュルランドのお時間です。副会長のホマレです。今日はですね、実は会長がお休みということで、なんかね、大阪からちょっと親が来て今家族サービスをしているということでですね、なんと今日は助っ人をお呼びしております。毎月来てくれるんですけどね。はい、みゆきさんです。イエーイ、はい、はい、こんばんは。助っ人の理事長のみゆきです。そうそうそう、天然パーマ協会理事長の、はい、おお、ありがとうございます。国原さんがイエーイって来てます。あ、国原さん、今月もやってまいりました、この人、ま、この人この人理事長やってきました、来ましたよ、みゆきさんやってきましたね、来ましたよいや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 、もうこのね、先週からいろいろありまして、僕もですね、うん、先週実は僕は七色ノートという YouTube チャンネルを立ち上げてですね、まあ、2週間前ぐらいに、うん、今世間で話題になっている、ね、ダパンプの、ダパンプの USA っていうのを、ね、はい、カバーソングなんですけど、うん、アップしたんですけど、うん、なんとですね、うん、もうすでにもう8000回をそろそろ超えそうでですね、うん、すごい、今までまだね、立ち上げてまだ3ヶ月だけど初めて、うんうん、そろそろ1万回すごい行くようにですね、ちょっと今皆さんにシェアをお願いしておりましてですね、うんうん、おでも本当にクオリティが高くて、本当ですか、ありがとうございます。だから反響もすごいですよね。だってそうなんですよ、アコースティックアレンジしておりまして、うん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 、今ちょっと貼り付けますから、ちょっとお待ちくださいね、はあ、ぜひね、皆さんにも見ていただきたい。そう、うん、貼り付けますで、はい、皆さんツイキャスで 見てる方もですね、うん、ぜひ今見ないでね、後で、今見ないでね、後で見てください、番組の後に、ね、番組の後にぜひ見ていただければと思います、うん、はい、今、うん、アップしました、はい、でラジオでお聞きの皆さんはですね、うんうん、YouTube でですね、うんうん、七色ノートとアルファベットと、うんうん、まあ、漢字で、うん、漢字と七色が漢字で、うん、ノートがカタカナで打つと出るので、うん、あと、まあ、USA カバーとかでも実は検索で引っかかります。なるほど、それでですね、はい、もう実はもうシェア数が多分200から250件ぐらい、すごい、本当シェアされててですね、すごい、いや、もうめちゃくちゃ嬉しい。これは本家に届いている可能性は大ですね。実はですね、はい、イッサさんの手元にも届いてる。本当に本当に、その情報が流れてきたの？そう、僕の知り合いが、うん、何名かが、うんうん、イッサさんと直接連絡を取り合ってくれて、聞いてくれた。そうそう、すごい。その一人が、うん、FM ギノワの社長です。そうなんだ山内局長、すごいすごい山内局長が、山内局長の力で、このミュージックビデオ、はい、なんかね、うん、ダパンプのイッサさんとちょっと仕事でいろいろやり取りがあるみたいで、うんうんうん、すごい、直接このミュージックビデオをイッサに送っていいみたいなことを山内さん言うもんだから、すごい、マジっすか、ちょっと願ってもないこと、送ってもらっていいっすか、うんうん、すごい、そう、ホマレ君のね、日頃のね、行いの、いやいやいや、やっぱりそんなことはないですよ、うん、いや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 、すごい、いやいや、本家からね、もしかしたら何かオファーが来るかもしれない、もしかしたらね、まだまだ全然わかんないですけどね、うんうん、いやでもなんかちょっと別物に聞こえますよ、あれは、またオリジナルの、そうなんですよ、ね、実は USA はかなりね、うん、ユーロビートのダンス調のミュージックで、うん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 、結構ノリノリの曲なんですけど、そうですよね、うん、実はもうギター一本で再現しておりましてですね、素晴らしい、ギター、まあ、ギターともうシンプルにドラムのキックと、うんうんうん、
タンバリンと、うん、あのクラップ、うん、手拍子と、うん、あとあの沖縄伝統の楽器三味線、うん、三味線じゃない三線、三線え三味線と三線違う、三線、三味線は日本の、うん、あそっかそっか、あれで津軽とかもありますよね、津軽三味線、うんうん、だけど三線は日本の三、あ沖縄の三線ね、そう実は三線って、うん、中国から来て、うん、中国から沖縄に来て、うん、沖縄の三線がそのまま、うん、日本本土に渡って三味線になったらしいです、うん、そうなの、そう、そういうのも沖縄経由で行ったわけですか、実はすごいそういう歴史もあるみたいな、三線をですね入れておりまして、またあのサンバって言って三枚の板があるんです、うん、カスタネットみたいな、それも入れて、うん、なんとあ USA なんですけど、うん、あのスパニッシュ風に仕上げてますそう言われてみればそうですね、なんかスパニッシュクラップって言ってタッ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 とかさ、かっこいい、なんかあれ私見た時に、はい、本当に皆さんのキャラがそれぞれ際立ってるんですけど、どうしてああやってまとまってるのっていう感動、はい、もう奇跡でしたね、奇跡でしたか、はい、素晴らしい、でしかも、はい、まあスパニッシュ感を出しつつ、うん、あの出演してるのがあの、うん、あ場所がですね、うん、宜野湾のボアソルチっていう素敵な、あの FM 宜野湾でも、うん、よく CM でね、うん、流れますよね、ボアソルチ、ボアソルチっていう CM がね、うんうんうん、あの FM 宜野湾でも流れるんですけど、うんうん、この FM 宜野湾の近くに、うん、ゴーパチ沿いに、うん、ハーレーダビッドソンがあるんですけど、うんうんうん、その向かい側にある、うん、あのブルドッグの看板をしたハンバーガーショップがあるんです、あそこなんだ、そう、そこがすごく、はい、アメリカっぽいんですよ全部、そう、なんかそうか、そう、そこ貸し切って、そう、素晴らしい、でしかも、うん、全部並べてあるのが、うん、全て、うん、アメリカンなヴィンテージ家具みたいな、あーすごい、オーナーさんがこだわってるのかな、そうこだわってるんですよ、うん、で、うん、その看板犬が、うん、あブンタ、ブンタちゃんって、ブンタちゃんも出てますね、ブンタくんか、ブンタくんいい、ブンタくんっていうあのブルドッグが出てるんですけど、うんうん、あのその犬種っていうんですか、うん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 、種類がフレンチブルドッグなんですよ、あフレンチブルドッグ、そう普通のブルドッグよりちょっと可愛かった、おしゃれ感が、おしゃれ感があった感じがして、だから、うん、あの本当に USA を演奏しながら、うん、三振で沖縄のも入れ、うん、スパニッシュ感を出しつつ、うん、フレンチブルドッグがいるっていうのをすごい、もう多国籍ミュージックビデオみたいな、そう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 、それなのにまとまってるんですよ、そう見事に、まあ沖縄風に言ったら、うん、チャンプルーミュージックってやつ、そうですね、チャンプルーミュージック、そう、うん、チャンプルーミュージックってやつにしてるのでですね、うん、ねいいですね本当に、そうみんな違ってみんないいっていうのをなんか思いました私、そうなんか心がハッピーに平和な感じで、そう平和になるので、うん、ぜひですね、はい、あの皆さんね、YouTube で USA カバー、カバー、まあ USA 沖縄って言ったらすぐ出るかもしれないですね、ぜひぜひ見てみてください、ね、その他にも今日もねアップしたやつありますよね、そうなんですよ、今日の6時にアップ、そう先ほどしたての、うん、2時間前に、うん、そう第 10本目か、うんうん、すごいもう10本目、そうなんですよ、すごい、もうこのプロジェクトもですね、うん、かなりいい感じで進んでおりましてです ね、はい、ね、それもぜひチェックしていただきたいですね、ぜひぜひ、あの、うん、マルーン5の、うんサンデーモーニングっていう、モーニングちょっとドライブ、ね、海風を当てながら聞きたいですよ、海風を感じながら、うん、感じながら、 それとあと、うん、あのもう最初から最後まで、うん、今回のビデオに関しては、うん、あの全てワンカットで撮っております、うん、ワンカットで、そうだから最初のシーンから、うん、一番最後まで、うん、もうワンカット、うん、だからカットなしです、あそうなの、カットしてないから、カットしてないから、もうカメラマンがずっと追いかけてるんですよ、歌ってる人、すごいっていうね、うんうんうん、まあ、スーパーカメラマンの人と、うん、すごいプロフェッショナルですね皆さん、そうなんです、うん、ぜひぜひぜひチェックしていただきたいです、はい、メッセージが来ております、うん、国張さん YouTuber の仲間入りか、仲間入り本当に YouTuber だよ、普通にもう、そう普通にこれで食べていくのかな、いやいやもう、うん、もう YouTuber ね、うん、今ね、うん、あの小学生がなりたい職業ランキング1位みたいな、ね、うんうん、そうですよね、めちゃくちゃ儲かるらしいですよ、うん、YouTuber、 あれはどうやったら儲かるんですか、これはですね、まあ、登録数とか、そう登録数 と、 再生回数とか、あと再生回数がめちゃくちゃ伸びると、あ、まあ、よく YouTube 見ようとしたら、うん、広告がパッて流れるじゃないですか、うん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 、5秒とか、はい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 、10秒とか、うん、あれで、うん、企業からスポンサー料っていうのが入るんですよ、うん、
まあ、それで僕調べ、まあ、2018年4月調べぐらいだとすると、なるほど、4月の時点では1再生が 0.1 円以下らしいです、うん、そんなもんなんですか。そう、でそれで食べていってるってことはすごいことですね。いやだからヒカキンさんとかも すごいことで、はいやだって、うん、あの人月収がだいたい2000万ぐらいあるらしいですよ。そんなに YouTube だけで YouTube だけ だけで、まあ、YouTube とかねいろんな書籍とかもあるらしいんですけど、うん、いいですね。 YouTube だけもあれでね、うん、すごく、うん、やっぱりでもヒカキンさんの YouTube 見たら面白いんですよね、うんうん、あそうなんですね。面白いしなんか最後まで見ちゃう、うん、なんか子供もみんな見てるみたいですね。そうそう、子供たちにも人気だし、うん、キャラもいいし、うん、いや狙っていってください YouTuber。 そう誰かがね、うん、ジャスティン・ビーバーが、うん、ピコ太郎をツイートしたみたいに、うん、あーありましたよね。ピコ太郎がめちゃくちゃ話題になったじゃないですか、うん、ありましたありました。あれで、うん、誰かがまあだから世界に常に発信していけば、うん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 、もしかしたらそういう、うんうん、誰かの目にジャスティンインパクトみたいな、ね、ジャスティンインパクト、ジャスティン以外、まあ、ジャスティンインパクトって言うんですよ、ね、あれ。あそうなんですか本当に。そう、へ爆発するっていうね、うあるかもしれない。まあ、今からは動画の時代なのでですね、うんうん、僕は動画をかなり今頑張ってミュージックビデオを作っておりますので、うんうん、応援しておりますよ。ぜひ陰ながら、まあ、コンセプトは沖縄の魅力をどん、あの魅力と才能を、うん、どんどん世界に発信していくっていうコンセプトでやっております。そうですよね、沖縄才能のね宝庫ですね。さっきマナちゃんとかも素晴らしい。もう周りにいますからね、たくさんね。国原さん分かりました、うん、私がツイートしましょう、ぜひ。素晴らしい。そう、国原さんの、あの周りの方にまたね、うん、さらに広がっていって、はい、国原さんが5人に広げるとその5人の中、うん、一人一人がまた5人に広がって、まるでネズミ講のようにちょっと待って、ネズミ講のように広がっていければ、こういう感じでいけば、そう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 、そうですね。そうなんですよ、確かにネズミ講方式でね、方式でいきましょうか。そう、ね、あでも、うん、あの6時の隔たりって聞いたことあります？6時の隔たり聞いたことない。聞いたことないですか、うん、実は世界の裏側に会う人、会うっていう、うん、会いたい人がいるとしたら、うん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 、自分の知り合いをたどったら何人目で 会えるかっていう、あのちゃんとした、うん、あの法則があるんです。法則？そう、ああ何人目で会えることになるんですか。そう、例えば、うん、あの会いたいなんかすごい有名な人って言います、うん、この人は絶対会えないだろうなみたいな、うん、なんだローマ法王みたいな、あローマ法王、今生きてる人でね、生きてる人 で、あじゃあローマ法王に会いたい、会いたいとか、会いたい、もしで、みゆきさんの、うん、まあ、知り合いという知り合いに、うんうん、ローマ法王に会いたいんだけど、うん、紹介してくれない、うんうん、って言って、うん、その人たちがまた、うんうんうん、その自分たちの知り合いをやっていくと、うん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 、何人目でたどり着くかっていう、うん、ちゃんとした論文があるんですよ。論文というかたどり着けるの、そもそも。そうなの、そうやっていったら、だからマイケル・ジャクソンに会いたいとか、たどり着ける、まあ、生きてたらね、生きてたら、生きてたらたどり着けるんだ。エド・シーランに会いたいとか、実はですね、うん、これ数学的根拠があって、うん、6人目で会えるらしいですよ。え、少な6人目。そう、簡単ですね、たどったら。え、今日うんうんうんって言ってます。本当ですか。これなぜかというと、うん、ちゃんと数学的根拠があって、うん、今一人に対して、うん、世界中の一人一人の平均知り合い数って大体50人ぐらいらしいんですよ。平均知り合い数50人、まあ、平均ですか、ね、50人ぐらい知り合いいますよね。います、います。100人ぐらいいますよね。うん、いるでしょうね、まあ、いますね。知り合い、知り合いは、知り合いみたいな、うん、まあ、友達とか顔見知りとかね、うん、いっぱいいるでしょ。います、大体50人ぐらいらしい、平均がね、世界の、うんうんうん、50の、うん、50を、うん、50×、50×、50×ってやってたら、うん、6回目で、うん、世界人口を超えるらしい。あ、そういうことですか。そうです、単純なあの計算によると。そうです、そうなりますね。そういうことです。だから皆さん、会いたい人がいたら、うん、自分の周りにガンガン行ってった方がいいですよ。あのね、私結構それやって、あの身近な人には会えてます。そうですよね、こういうことしたいんだよねって言ったら、だいたいもう1ヶ月以内にそれが向こうからやってきます。そうなんです。沖縄だったら1人2人でつながっちゃうじゃないですか。つながりますね。だからすごい、実はそういうことなんですよ、うん、言っていくことが大事ですね、発信することが。これが、うん、
いわゆる6時の隔たりっていう、うん、6時の字は6時はあの 6次っていうのかな、あ 次の字、うん、おなんか俺めっちゃ今日頭いいキャラだね。そうね、なんかちょっと兄さん兄さんの期待を裏切ってちょっとめちゃくちゃね、そう私今日8月29日でパニックの日だから、そうそうそう、なんかでパニックになるのかなと思って、そうそう、俺常にパニック状態で、そうそう、だからちょっと今日ドキドキしたんですよ。ドキドキ、だけど今日すごいですね、今日来てるよ、しっかりしてますね、今日しっかりしてるよ、兄さんに褒めてもらいましょう。いやいやいや、 次の週で、そうですそうです、うん、ぜひぜひ皆さんどしどし、はい、どしどしメッセージもお待ちしておりますよ、はい、メッセージください。ということでそろそろ、はい、あのコーナー行きましょう、あのコーナー行きましょう、天然パーマ川柳。はい、今週もやってまいりました天然パーマ川柳、はい、大人気すぎてです ね、もう皆さんの投稿がなかなか読めない人もいる、うん、そうですね、申し訳ないですね、もうということにしとく、はい、しとくいや本当に来てますね。そうですね、すでにということで、あの埼玉の支部長ですね、はい、埼玉の大塚健二さん、大塚健二さん会長、副会長こんばんは、はいはい、あ会長、今日お休み、ちょっと理事長、今日理事長ですね、理事長です、大塚さん、はい、こんばんは、はい、埼玉支部長の大塚健二です、こんばんは、早速ですが、はい、川柳いきます、はい、バチさばきくるくるくる前頭エイサー、さすが、さすがキャンさん、あそれで今週それでいきましょう、うん、そうね、チーンじゃなくて新しいバージョンで、なるほどね、うん、大塚さんそろそろそうなんですよ、来週前頭エイサー祭りがあるんだよ、あそれをご存知でそれを書いてるんですか、いや埼玉だけど前頭エイサー知ってるってもうコアだね、すごいですね、コアですね、前頭エイサーで夏の終わりという思う人が多いですかね、うんうん、なるほど、いや前頭エイサーは中旬ですよ、夏の、うん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 、そうですか、中旬あそうですね、夏の終わりではない、だいたい10月ぐらいまで夏だから ね沖縄はね、はい、うん、確かに、ということで2つ目大塚健さんの2句目いきます、キャンさんいつ来るの、マナさんへ過去すみません、いやなんかちょっと赤くなってる感じどうでしょう、ちょっとキャンさんちょっと赤くなってる、そうかもしれない、しかもいつこくるのの、うん、こくるのくるくるが、うん、あくるくるのくるくるくるのくるなんですよ、いや大塚さん素晴らしいな、あどうしましょう、やっぱねダサく道樹ね、うん、私の好きなのは、うん、ボンスジュレ、あ、うん、これはあの、うん、あれなんですね、ダサく、うんうん、そういうのは読まない方がいいっていうアニさんおっしゃってましたよ、そうそう、はい、ここをちょっと膨らませたらどうでしょう、そうですね、はい、ここ開けたここ開けるべきとこですよ、ここじゃないですよ、そうですね、すいませんね、はいはい、大塚さんすいませんね、はい、あ放送楽しく聞いても失礼しますっていうことでした、うんうん、そうですよね、いや大塚さんいつもクオリティクオリティの高い戦略、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで次は、はい、国張さんが来てますね、はい、じゃ国張さんの句を読んでいきたい、秋来たる、なでに涼しげなみゆきさん、おお。秋来たる、なでにってなんかな、なでな、なぜに、なぜに、違うか、なでに、どういうこと、あの国原さん、なでにってどういうことですか、なでにってなんでしょう、なでに、なでに、秋来たる、いいね、ちょっと夏っぽい服装だから、まあ、ってこと、秋なのにな、まあ、涼しげだよね、あそういうこと、沖縄はねまだまだ暑いんですよ、そう暑いんですよ、最近さ、はい、俺の部屋のエアコンが壊れてからさ、あらもう扇風機生活してるんだけどさ、危ない熱中症気をつけて、もうさ、うん、もうエアコンがないと沖縄まずいよ、うんうん、まずいまずい、いやいや、うん、ということで、はい、実は先ほどの番組に出ておりました、うんうん、アゲナマナちゃんから、はい、初天パ川柳投稿ということですね、来ております、はい、ということでじゃあ読んでいきたいと思いますかね、はい、僕が読みますね、そう僕が読んで、はい、癖がある、テンパトークが癖になる、あさすが、これ何の2回繰り返し法使ってきたね、ちょっと女子感がやっぱりありますね、このなんて言うんでしょう、これあれでしょ、うん、あの癖になるっていう癖、うんうん、癖がある、うん、あ癖があるだすみません、うんうんうん、癖
あの癖があるっていうのが天然パーマの癖で、そうですよ、癖があるからこそ電波トークに癖が癖になるなみたいな、なんかグダグダにどう、それでいいですか、ちょっと違うみたいだけど、そういうことでいいですか、違う、まあ楽しい楽しいよってことでしょう、ね、次はですね、ぜひあの、まなちゃんにもですね、あの意図がわからないので、いやいや多分すごいわかりやすいけど、あなたの解説がちょっと、ちょっとダメ出しが来てる、ちょっと、うん、そう、すごいわかりやすいですよ、そうですね、その通りです、これはもうあの、これですね、今あのパニックしてます今僕ですよね、自分で自分やっぱパニックの日ね来ましたね、皆さんちょっと、ね、最後に油断してたらダメですよ、ダメですよ、大塚さん、栗原さん、はい、栗原さんすいませんね、ちょっと、天波川柳パニックして読めませんでした、はい、すいませんでした、 なぜにですっていうあの返事が来まして、あ、そうですね、なぜにですね、あ、なぜにでしたね、 あの暑いからです、暑いから、夏っぽいファッションですまだ、ということでもう、終わりの時間がやってまいりましたね、早い、早いですね、いつもながら、いやまた来週も、はい、来週かまた来月も、ぜひよろしくお願いいたしますね、はい、お楽しみいただいた天然パーマプレゼンツチュルチュルランド、そろそろお別れの時間です、はい、来週またこの時間でお会いしましょう、皆様からのメッセージどしどしお待ちしておりますよ、今日お届けしたのはホマレとみゆきでした、ありがとうございました、また来週、はい、また来週、あーパニックった、お疲れ様でした、パニックの日ですね、パニックの日だ、全然気づかなかった、ありがとうございました、私は大丈夫だったけど本人が、栗原さん、いつもいつもありがとうございます、ありがとうございます、今まだ入ってます、あ、入ってます、マイク入ってます、はい、大塚さんいつもありがとうございます、マナさん上手ってよ、すら上手なのにね、解説が、あと3個あります、え、あと3個ある、あ、じゃあ次、じゃあ毎週投稿してね、マナちゃんコーナーで、栗原さん、大塚さん、いつもありがとうございます、ありがとうございます。また来週お会いしましょう。はい、お会いしましょう。ありがとうございました。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あっという間でしたね。